それでは最後のコーナーです。8月19日20日は温婚祭。このコーナーでは温婚祭について、えー、フロフキンちゃんに聞いていきます。温婚祭に行こう今日はどんなお話ですかはい。えー、フォルクローレと食のイベント温婚祭。温婚、うん、祭。えっと、前回は、あのー、いろいろとね、歴史なんかの話もちょっとしたんだけども、 早速、楽器。楽器、うん。使用されている楽器について今日はちょっと少しずつお話をしようと思います。そう。南米の民族音楽、ね。うん、フォルクローレ。はい。ね、そのお、使われる楽器も様々ですよね。そうですね。うん、で、特に自然素材を使った楽器がとても多くて。そう。うん、あの音色。そう。うん、まずはですね、今日は、サンポーニャという楽器をご紹介したいと思います。はい、サンポーニャ。うん。 三方にゃというのは、この細い管。下は塞がっているんだけれども、うん、要は試験管みたいな形かな試験管で <laughs>、はい、はい。それをこうつなぎ合わせた。長さの違う、はいえー、管をつなぎ合わせたもの。ね、つなぎ合わせ。はい。それが笛なんですよね。<う>で、一本ずつ、えー、音が違って、まあ高さが違うから、<う>音が違うんで。そうそう。<え>で、まあ構造とすれば、あのー、 ビール瓶とかさ、ジュースの空いた瓶なんかをこうさ、うん、小さい時にこうね、ふーって、音ボーっととか出たりするじゃないあの構造と全く一緒で、息をこう下に吹きかけると音が出ると言って、うん、それが短ければ短いほど高い音が出ると。うん、なるほど。という、すごくシンプルな構造。うん、なんだけれども、はいうん、その演奏する人によって、例えば向きが違ったりとか、あとは、それを2段3段に並べたりとか。うん 要はその、ただ並べてるだけだと、まあ、調律にもよるんでしょうけど、うん、ピアノの、あの、白い鍵盤の方の音しかなかったりするから。今言ってたね、うん、オレミファソらしい音だけだったりする。そう,そうそう。なので、まあ、ちょっと半音出したい時には、またその、黒い鍵盤の方の音を作って、それをこう、重ねたり。重ねて。うん。人によっては全部それを並べて、こう、長くして、こう、吹く人もいたりっていう。ボボ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 ですね。その あの、温婚祭を主催されている高山さんなんかは、うん、少しね、こう、実は散歩にャをこう曲げて吹いてるなんていう噂も聞いたことがありますね。 吹きやすいんだね、きっと。ね、どうなんでしょうね。うん、なんかね、そういう人によってものすごくその楽器の形が違うっていうのも私の特徴かなとああ、なるほど。うん、確かに確かに。そう、だから演奏してる人の形をちょっと見てみるのも楽しいと思うんですけど、<ー>あ、この人、あ、1列なんだとか3列なんだ、あ、長いなとかね、うん、思うと面白いと思うんですけど、で、その、まあ一つの句だから一つの音しか出ないので、非常にこう肺活量を使う楽器なんだよね。常には そう。吹いていい吹いて、吹いて、吹いて、吹いて。だからね。ハーモニカみたいに、スーってことがないから。うん、なので、まあ、風呂付近とすれば、すごく男性的な楽器だと思っていたのね。すごい力もいるし、吹くのにもね、あの肺活量がいるしと思ってたんだけど、女性でも結構吹く方がいて。女性の奏者もいらっしゃるいます、います。で、あの、今こうね、一般的に吹かれてるのは、まあ、長さもそんなに長くはないけども、サンポーニアと言われない別の、 なんかトヨスとかいう名前の楽器はすごく長い。見たことあるわ。もう人のね、子供の身長ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい長いのもあるんだけど。あ、うん、もう吹けないよな、みたいなのあるねそ。それをね、女性が吹いたりするときもあるんだよね。だからもしかしたら肺活量だけじゃない何かコツがあるのかも。かもうこう空気を届けるコツがあるんだね。うん、あるのかもしれない。うんうん、で、まあその吹き方ももちろんその一人でね、吹いて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 っていうすごくこう、早い。 動きをする場合もあるし、二、うん、人でペアになって、一本ずつ音を出していく。うん、交互に出していくって、それがこう、一つの曲になっていくっていう。いうそうそうそう。吹き方もあるっていうので、非常にバラエティに富んだ吹き方をする楽器だなと思います。で、なのにか、音はね、あの、よくこう、 なんだ、形容されるのが、うん、風のような音だって言われるのね。まあ、吹いてっていうのもあると思うんだけど、うんうん、あのー、まあね、今度話す、その、ナなどもまた音が違って、なんつうの、ちょっとかすれたような、うん、非常にね、あのー、自然の音っていう感じがする。へ<ー>、うん、だから、あのー、よくそのサンポーニャで作った曲なんかを風にこう例えて、曲名作る人も非常に多いと思うんですけど、うん、あのー、とてもね、そういう、 魅力的な楽器であり、その自然にこう溶け込んだような楽器だなと思うので、大体そのフォルクローレのグループはファンポーニャの人はいますから。いますか。ね。あの、どんな楽器使うか、どういう作り方をしてるのかな、どういう吹き方するのかなっていうのを見るのも一つ楽しみだと思います、えー。ぜひね、その演奏してる人がサンポーニャー紹介してもらいたいですね。うん。フロフキンちゃん吹けないのうん。まだ吹いたことないね。<laughs> そ,そうなんだ。ね、聞くばっかりですね。あ ね、ちょっと挑戦してみたい楽器だね。ねちょっと吹いてみたいよね。はい。ありがとうございました。はい。えー、音婚祭へ行こう。いよいよ8月に入りましたね。うん、えー、19、20日の2日間。えー、20日については塩原小中学校会場に開催されます。